ポチクロは松本直也による日本の漫画、少年ジャンプ創刊作品の一つ、少年ジャンプネクスト2013オータムにプロトタイプとなる同盟の読み切り版を掲載。その後、少年ジャンプ2014年9月22日より2015年7月31日まで毎週金曜日更新で連載された。2015年3月からはニュースアプリ、グノシーに 過去のエピソードが毎週金曜更新で掲載されている。少年ジャンプ黎明期を支えた作品の一つとされている。連載終了後の2018年に少年ジャンプで復刻連載が行われ、多くの読者を獲得し、2ヶ月ほど売り上げを伸ばした。魔界に暮らす魔族の黒とレオは、人間界から偶然人間の少女を釣り上げてしまう。 魔界では人間を食べると非常に大きな力を手に入れることができるので、二人は彼女を食べようとする。しかし、黒はポチと名付けた、この少女に少しずつ心惹かれていく。黒たちはポチを守るために、彼女の存在を他の魔物たちから隠すが、やがてポチの存在は魔王の息子石津の知るところとなる。中寺連載版と同じポチクロというタイトル。 少年ジャンプネクスト2013オータム掲載以下の出展は、集営者の本来のページ、書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。